こんにちは、エマです。今日は、えー、前回の動画の続きで助詞の「も」の使い方について説明していきたいと思います、えー、前回は1つ目と2つ目の使い方を説明しましたので今日は3つ目と4つ目の使い方について説明していきたいと思います、えー、なので、えー、まだ前回の動画見てない人がいましたら是非こちらの動画もチェックしてみてくださいでは今日も日本語の勉強一緒に頑張っていきましょう では前回は1つ目の「当然を表す」と2つ目の「打ち消し」の使い方を勉強しましたよね。この使い方は皆さんも大丈夫ですかね今日は3つ目と4つ目の「程度の強調」の使い方について一緒に勉強していきたいと思います。じゃあまずは3つ目の「程度の強調」「程度が高い時」の使い方について説明していきたいと思います。まず えっと、前には、えっ、ー、と、数量子。なので、数ですね。数が入ります。数プラスも。この形で、程度の高さとか、数の多さを強調することができます。じゃあ、早速、例文から一緒に確認してみましょう。では、一つ目の例文です。昨日は調子に乗って、ビールを10本も飲んでしまった。昨日は調子に乗って、 ビールを10本も飲んでしまった10本も飲んでしまった。前には10本という数が入っていますよねそして後ろには「も」という助詞が入っていますこの助詞を入れることで10本というのはとても数が多い程度が高いというふうに強調しています数を強調しています。例えば私は普段ビールを 2本本とか3本しか3し飲みません。だけど昨日は調子に乗って10本飲みましたこれは私にとってとても数が多いですよねそしてこの10本という数を強調するために女子の「も」を入れます OK じゃあ次の例文ね鈴木さん家の家やつ園は15万もするらしいよ鈴木さんの家のは、 15万もするらしいよ15万もするというのは私にとってとても程度が高い数が多いということを表していますよね例えば私の家賃は6万円ですそして鈴木さん家の家賃は15万円ですそうすると私にとって15万というのは高いですよねうん。 なので、鈴木さんずの家賃15万もするらしいよ。このように、もを入れて、鈴木さんずの家賃がとっても高いということを強調しています。なので、この使い方は、えっと、事実かどうかは関係ありません。私にとってそう思うという時に使えます。例えば、えっと、私は、 普段お酒をあまり飲みません。えっとビールは一口しか飲めません。だけど昨日はビールを一本飲みました。私にとってはとても多いですよね。なのでその場合は昨日私ビールを一本も飲んだんだ。このように使うことができますよね。 お酒が弱い人にとっては1本というのはとても多いしお酒が強い人にとっては1本というのはとても少ないですよねなので自分にとって程度が高い数が多いという時に使うことができますじゃあこれは「も」を使ってどのように表すことができるかちょっと考えてみてください私は普段ご飯をあままり食べませんだけど今日はご飯を2杯 食べることができました。今日はお腹が空いてましたからご飯を2杯食べました。これは私にとってとても量が多いですよね。なのでこの時は女子の「も」を使ってとっても多いんですよということを強調することができますよね。じゃあどうやって言いますか皆さん作ることができますかじゃあいきますよ。私は今日ご飯を 2杯も食べました。私は今日ご飯を2杯も食べました。このように使うことができますよね。2杯も食べた。というのは自分にとって2杯というのはすごく量が多いということを表してますよね。OK ですかこの3番の使い方わかりましたかじゃあ次に4番の使い方。程度の強調の程度が低い場合。 の使いいいいい方につてて説明していきたいと思いますこれは3番と一緒で前に数量子数を入れますそして後ろは内形になります x も y ないこのような形で使いますそして数が少ないとか程度が低いということを表すことができますじゃあ実際にどうやって使うのか例文から例文と一緒に確認していきましょう まだ全部解けていないのに試験時間は5分もないまだ全部解けていないのに試験時間は5分もないもの前には5分数が入っていますよねそして後ろは5分もないないという言葉が入っていますよね試験時間が5分もないというのは5分というのは自分にとってとっても少ない時間だ ということを表しています。だから、言い換えると、試験時間はあと少ししかないということですね。じゃあ、次の例文ね。田中さんはパーティーに来たと思ったら、十分も経たないうちに帰ってしまった。田中さんはパーティーに来たと思ったら、十分も経たないうちに帰ってしまった。十分も経たない。 前には10分数が入ってますよねそしてた,ったない後ろはない系ですよねじゃあこれはどういう意味かというと私にとって10分というのはとても短い時間です。田中さんは10分という短いしか時間しかここの場所にいなかったすぐに帰ってしまったということを言っています。じゃあこれは皆さんどうやって表すか考えてみてください。私は 今給料日前なので私は200円というとっても少ないお金しか財布の中に入っていませんじゃあこれを助詞の「も」を使って表すとどうなりますか皆さんだったらどういう文章を作りますかじゃあいきますよ。私は今財布の中に500円も残っていません。 私は今財布の中に500円も残っていません。オッケーどういう意味かわかりますか ?500 円も残っていないというのは500円より下ってことですよね。もちろん500円もとても少ないお金なのにそれより程度が下。数が少ないということを表していますよね。これも、えっと、3番と一緒で感覚なので その前にに入るる数字は人によって変わると思いますなので人によって程度が低いという程度が低いとかとても少ないというのは変わってくるので前に入る数字は事実というより自分にとって程度が低い少ないということを入れることができます。OK? どうですか3番と4番の使い方分かりましたかこれどちらも程度を表す程度の強調を表すので えっとね使い方がとても似てますよねなのでどっちの使い方かわからなくなってしまう時があると思います例えばじゃあ今から言うのは3番の使い方か4番の使い方かどちらか皆さん考えてみてください私はお酒が弱いのにビールを10杯も飲めないよ私はお酒が弱いのに ビールを十杯も飲めないよ。これは三番と四番どっちの使い方だと思いますか？十杯も飲めないよ。前には数字が入っていて、後ろは内径ですよね。なのでこれは四番だと思いますが、実はこれは三番の使い方です。じゃあどうしてかというと、まず私はお酒が弱いのに。 と言っていますから私はお酒が弱いです普段はお酒はあまり飲みませんじゃあその人にとって10杯というのはどうですか普段お酒を飲まない人にとってビールを10杯というのはとても量が多いですよね、うん、なので後ろは確かに飲めない内径になっていますがこの場合は 私にとって十杯というのはとても程度が高いので、それを飲むことはできません。というように、三番の程度が高い、この使い方になっています。オッケー、じゃあ次、これはどっちだと思いますか。田中さんは大食いなのに、ラーメン五杯も食べられないの。田中さんは大食いなのに、ラーメン五杯も食べられないの。 これはどうですかこれはどっちですかこれは4番の使い方ですね。じゃあどうしてかというとまず田中さん大食いなのに大食いというのはご飯をたくさん食べる人のことです。1kg とか 2kg とかたくさん食べる人です。田中さんは大食いです。普段たくさんご飯を食べます。だけど大食いの人 たくさん食べる人にとってラーメン5杯というのはどうですかそんなに多くないですよね大食いの人だったらラーメンを10杯とか20杯とか食べますよねなのでこの場合ラーメン5杯というのは大食いの人にとっては程度が低いですよね例えば私は小食ですあまりご飯を食べられません その人にとってご飯というのはとても程度が高い量が多いですよねその場合だったら私は小食なのでラーメンご飯も食べられませんこれはもちろん3番の使い方になりますよねこのようにえっ、ー、と後ろに内径が入っても3番の使い方の時もあります なのでその人にとって程度が高いのか程度が低いのか数が多いのか少ないのかを考えるとこれは3番かな4番かなどっちかなっていうのがわかると思います OK ですかこの3番と4番の違いもわかりましたかねじゃあ今日の内容を簡単にまとめていきましょうまず3番の使い方は程度の強調程度が高い時の使い方を表します 前には数量数量詞、が入ります。そして、えー、その数が私にとってとても多いとか程度がとても高いということを強調したい時に、えー、この助詞の「も」を使いますそして4つ目の使い方は程程度の強調の程度ののの調低い時を表します。前に数量詞、数を入れて数プラス「も」後ろは台形を入れます X も Y ないこの形で使いますそして程度が低い数が少ないということを強調するときに使うことができますそしてどちらもこれは事実というより自分にとって程度が高いとか程度が低いということを表すので前に入る数は人によって異なりますそしてえっと四番の使い方は後ろに内径を入れると言ったんですけど 3番の使い方の時も、後ろに、後ろが内径になることがあります。なので、えっと、3番と4番の使い方はとても似ているので、えー、注意していきましょう。どうですか、皆さん女子のもの使い方、わかりましたかはい。では今日はこれで次を終わりたいと思います。皆さん、お疲れ様でした。どうですか女子のもの使い方、わかりましたか 今日は3番と4番の使い方を説明したんですが、とても使い方が似ていましたよね。うん。難しかったと思うので、もしわからないこととか、質問とかありましたがあ、ありましたら、またコメント欄に書いてくださいね。では、えー、今日も最後まで見ていただき、ありがとうございました。 えー、今日の動画はまたためになったな、面白かったなと思っていただけたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録の方、よろしくお願いします。ではまた来週、こちらのチャンネルでお会いしましょうね。いつもありがとうございます。さようなら。またね。